での調査はドキドキだった？ハラハラだった？私は君が迷子になってるんじゃないかって心配で、ハラハラドキドキしてたのよ。で、案外平気そうな顔。さすがはレドの孫ね。立派なものだ。卵まで取ってくるとは。うわー、本当だ。さすが私の弟子ね。さすがさすがって、孫か弟子かどっちのおかげなんだ？どっちでもいいじゃない。とにかく嬉しいの。ケイナ、次の調査に行かせたらどうだ？ええ、ですがガラ様、この子一人では、次はケイナにも同行してもらう。どうしたんだよ急に。何かまずいことでもあるのか？モナ草原でモンスターの縄張り争いが起きているそうだ。縄張り争い？何なんだそれ？モンスター同士が住む場所を取り合うことよ。草原に傷ついたモンスターたちを見つけてな。モンスターたちは村にとって大切な自然の恵み。早速見に行かないと。それじゃあ村を出たところで待っててね。縄張り争いがあったところまで調査しに行くよ。調査って言っても何から始めたらいいんだ？何ってモンスターの痕跡を見つけるの。モンスターがいた場所には何かしらの跡が残されてる。痕跡からモンスターの居場所を追うの。でもさ、こんな広い草原で痕跡を見つけてモンスターの居場所なんてわかるのか？そういう時に頼りになるものがあるの。じゃーん、シルベムシを使います。痕跡を見つけていくとシルベムシがモンスターの居場所を追ってくれるのよ。ふにゃ、シルベムシってライダーさんでも使うことができるのか？もちろん。まずは痕跡を見つけてからだけどね。さ、持ってみて。おお、はあ、早速痕跡を探してみましょう。
お見舞いしちゃうからね。
無事で何より。草原を荒らしたモンスターというのは、痕跡を追った結果イアン・クックにたどり着きました。そうか、イアン・クックだったか。ライダーさんは追い払って卵まで取ってきたんだぜ。おお、追い払ったとはなかなかだな。まだ先の話と思っていたが、柵を解放するべき時が近いのかもしれんな。ガラ様、私は柵の解放準備に取り掛かる。それまでは引き続き島の調査を頼んだぞ。やったじゃない。ちょっとわからないの？柵の解放準備に取り掛かるってことは、マモリレウスの調査に行けるってことよ。そうだぜライダーさん、ガラ様はライダーさんの力を認めてくれたんだ。それじゃあ私は次の調査の用意をしてくるから、準備ができたら村の広場に集合。なあなあライダーさん、さっき港の方で妙なメラルーを見たんだ。ケイナが準備してる間に見に行ってみようぜ。